日本鹿児島県薩摩仙台市下古敷町、片野浦下古敷町、片野浦は、鹿児島県薩摩仙台市の大座。旧薩摩国古敷島郡古敷島号編の裏村、古敷島郡下古敷村大座片野浦、薩摩郡下古敷村大座片野浦。郵便番号は896-1602。人口は141人、世帯数は86世帯。 古式島列島を構成する下古式島の南西に位置している。11月から2月にかけて西に面する東、シナ海からの強い季節風の影響を受ける。このことから民家は暴風垣と呼ばれる高い塀に囲われている。薩摩半島の西部に浮かぶ古式島列島南部の下古式島の南西部に位置している。麻生木の北方には下古町瀬。 野浦、南方には、下古式町手打ち、東方には、下古式町青瀬がそれぞれ接しており、西方には東、品海に面している。岡地区と浜田地区に分かれており、岡地区は、盆地の中に集落が形成されている。浜田地区は海に面しており、漁港を中心として集落が形成されている。11月から2月にかけては台風並みの風速の、 季節風の影響を受けることから、瀬野浦の特に、浜田川沿いの民家には、昔より高い塀が作られており、かつては大名だけで作られていたが現在では、ブロック塀で囲うように作られている。2015年3月16日に、古式島列島の区域を対象とした、国定公園として、古式島国定公園が指定された。 集落を除いて、片野浦のほぼ全域が、国定公園の区域に含まれており、2015年3月16日の、鹿児島県国寺、古式島国定公園区域内における、特別地域の指定により一部が特別地域に、古式島国定公園区域の海域内における、海域公園地区の指定によって、片野浦の海域が、下古式島西海岸海域公園地区にそれぞれ、 指定された。国土地理院地図。国土地理院地図。陸系した浜辺や海正上,上の恋は、無名の岩を除く。角川日本地名大辞典によると、下越基町、片野浦の小技は、以下の通りである。上町、下町、千田、縄城、小塚、鳥の巣、平尾、前田、平、長佐古内川内、春田、峰。 園田、白浜、浜田、松山、浜の平、小岳、新田の尾、大浜様、峰平、横手、柵の手、白本の市、南平、美濃、高野、間渡る、二端平、太平、竹、竹、農尾伊達石、小木無、大目無、目無加夫、高尾、お鳥山、道道、林、丸野、桂の押渋野木、 里平、田原作、木床、木床平、通山、上割葉様、ま、勢い南片田、小三寺、蛇田、白石源、二十田、中尾、虎川、竹中、四畑、深田、深田頭、屋根あぎが、砂平畑平、山中、平畑、宮の平、前の田、宮佐古、田の裏、庭、高山、西山、大両林、 カザーナ、田の浦付近では、縄文早期のものとされる、縄文土器や弥生土器が発見されていることから、約9。例年前から人類が居住していたと考えられている。肩の浦という地名としては、江戸時代より見え、薩摩国古式島郡古式島里のうちの肩の裏村であった。元禄国絵図には、下古式村のうちとして記載されている。 村高は、休校休業取調部長では332国余り、3国、ご地性洋欄によれば300国余りであった。江戸時代の測量家である、井上忠高が表した、九州東海辺宴海村順によると、や数155であった。集落の中心から離れた、ごく一部の地域では、キリスト教と新州の流れを組むと見られる、クロ教と呼ばれる、土着宗教が、 密かに信仰されていたとされる。1889年に町村制が施行されたのに伴い、下古式島にあった、下古式島にある、手内村、片の浦村、瀬村、野浦村、青瀬村、長浜村、井ム村の6村が合併し、下古式村が発足。それまでの片の浦村の区域は、下古式村の大技、片の穂となった。 翌年の1890年2月5日には、下古式村の条例、下古式村区会条例によって、町村制第64条及び第114条に基づく区である第2区が大技片の裏一円を区域として設置された。1898年には、岡地区で大火が発生し、民家62個が消失した。1945年の悪年台風では、 土石流が多数発生したほか浜田地区では住宅が浸水した。1952年には、片野浦の住民の一部は、本土の日脇町市日や出水市、宮野城町に開拓のため移住した。2004年10月12日に、下古式村が、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、鹿島村、上古式村、 里村と新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された、法定合併協議会において、大技名については、従前の村名を町名とし、これを、従前の大技名関したものをもって、大技とすると協定され、旧村名である、下古式村の村を町に置き換え、従前の大技名である、片野浦に関することとなった。 合併当日の10月12日に、鹿児島県の国示である字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。この国示の規定に基づき即日名称の変更が行われ、大技名が,が、片野穂から、薩摩仙台市の大技、下越市町片野穂に改称された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年。 以降の人口の推移である。片野浦には、薩摩仙台市立小竹小学校、下古式村立小竹中学校が設置されていた。2012年に小竹小学校が閉校となり、これにより、片野浦から、学校施設はなくなった。片野浦には、高等学校が設置されておらず、また、古式島列島内にも全日制高校や、 通信制高校の学習センターは設置されていない。古式島列島内の高校受験生は、学区の制約なく県内のすべての県立高校へ進学できるため、中学校卒業生の多くは、九州本土などに転出して、当該の高校に進学する。1947年に、手打ち中学校の第二教場として設置されることが、 決定し、手打ち中学校小竹文校として設置された。1958年に、手打ち中学校から独立し、小竹中学校として新たに設置された。1980年に、手打ち中学校と合併し海洋中学校が新設されるのに伴い並行となった。並行時の生徒数は21名、3学級で構成されていた。1886年に、 片野浦上以下小学校が開設され、1893年に小岳尋常小学校となった。1934年に高等科を併設。1941年には国民学校となった。第二次世界大戦終戦後の1947年には小岳小学校に改称した。2012年に閉校となった。私立小中学校の学区は、 以下の通りである。かつて他の集落への移動手段としては、浜田からの会場による移動が主であったが、しけなどで会場を通行できない時は、うさぎ道と呼ばれる山道徒歩での移動も行われていた。昭和30年代頃になり、道路の整備が進んだ。1999年から、手打ちと片野浦を結ぶ県道長浜手打ち、港線の二車線化に着工し、 2003年に全線が2車線化された。手打ち港から片野浦、浜田までを結ぶコミュニティバスである古式化の小百合バスが運行されている。2020年現在、瀬野浦の区域にあるバス停は以下の通りである。ありがとうございます。